怒らせちゃうのなんで、いつも妄想するほどうまくいかなくてごめんなさいってなんで、ママに見せられないようなくしゃくしゃ頭に許してくださいって言った方もそれなり心が痛いとか言ってたの嘘ですか。できないそんな才能がない、できないそんな才能もない、できないそんな才能なんてどこの指さでも言ってくれない。真剣にもします神様だってこんながらったり聞き出したんだ。私だけが知ってるさすがに生まれたちっちゃな顔かもしきない、凛と澄ましたらお姫様にでも立って変わらせて、そうにゃそうにゃだって嘘ばかり大に大に世界に罪とか放り出したってそれ恨んだって咎めなんかしてそうにとって愛を解いて満足系な教科書かよ、禁じてください間違いでしたって。でどうしてこんなに惨めな態度で許しを請うのかって、これがびっくりするほどバカバカしいので立ち尽くしてないで、ちょっと膨れて育った自意識任せに斜めに構えてみちゃって、空とか仰いでみたけどカラスが芸術的にどうにか狸に入りなり過ごして石になって息が止まった、背中に指を刺されてる感覚申し訳ないです。消えちゃうか上手に笑うための方法のことを教えて、汚く濁った願望取り繕って罪悪隠した、吐いて捨てるほどありふれた無垢な感情、何をもってして上不上だって振りかざしちゃって、セレンブって何で対応くださいし、スタートか一つ平等に見逃してください、石ころ天体で。なったアイガング色も塗ってくれなかった、膝を折って耐えていたって助けてもくれなかった、あんまりじゃないですか一人連れてないですか、そうですか元たるものが懺悔したって知らんぷりですか、だってそばかりたいみたいに世間に罪とか放り出したってそれ恨んだって咎めなんかしてそうに、特に愛の経典チンプンか